激甚災害の指定を去年受けたのが梯川の氾濫で、小松市などに大きな被害をもたらした豪雨災害です。これを受け金沢河川国道事務所などは、手取川や梯川の流域を対象に関係機関で共有する新たな危険度指標の運用を始めました。今日金沢河川国道事務所で開かれたウェブ会議、話し合われたのは去年8月の大雨で氾濫した梯川と氾濫寸前まで迫った手取川が大規模に氾濫した場合の対策です。この中で今回この流域タイムラインの運用を開始することとしたいと考えております。今回運用が始まったのが手取川、梯川流域タイムライン。これは早めの避難につなげるための防災行動計画のこと。川の流域単位で設定されたのは県内で初めてです。さらに流域の4市1町や関係機関のみで共有する流域警戒ステージという指標が新たに設けられました。これは前線や台風などによって洪水の発生が予想されるおおむね5日前から迫っている危険度に応じて4段階に設定されています。これにより各機関は早い段階で対応に当たることができるということです。災害発生前からですね、早期の段階で、どういった対応をしていくかというのを、また情報共有をどうしていくかというのを前もって決めていくと、関係機関でまた住民への周知、どういったタイミングでやるか、そういったところをまた検討されて、周知されればいいかなと。流域警戒ステージの運用はすでに始まっていて、金沢河川国道事務所と気象台が発令や段階の移行のタイミングを判断するということです。